こんにちは。アイテムを2つ持つことができるようになっていました。ということで探索をしたい。翻訳機を持って飛距離が稼げるアイテムを持ってなんかいいことがあるんじゃないですか。あっちこっち未翻訳の場所があるんじゃないですかという感じです。地上行くか。そんでもって結局ジェムが20個は必要で、それを手に入れるためには地上に行かないとダメなんじゃないのか。いろいろあるので、例えばストーンヘンジみたいな場所あったよね。エリアが017。じゃあ170だ。だから左上に1個右上に1個行って左上に5個進む。はい、これを翻訳できる。ダウンザファイブモニュモモナーチズトゥレシーブゼアビー、なんだろう、ビーンバボバボイン、なんだろう。5個全部でも踏む順番が特にない。踏む順番がないのかな。クラウンってどういう意味。なんかやっぱ王冠関係じゃないけどな、そういうのばっかり出るな。下から上にとかかな、一番低いやつから。でもサイズが同じやつがいないか。登るだけなのかな、そしたら。こことここは斜めの関係ではない。違うっぽいな。これだとね、ジャンプできないんだよね。ジャンプ中に使うとジャンプ判定入んなくなるから。なんか意味ありそうだけどね、こんなの。意味ないわけなくない?まあ、でも解けないならしゃあないか。違うところに探索行くか。おげが踏めるようになるっていうタイミングがいつか来るのかな。あ、やべ、乗れた。ちょっと想定外。マジか、これいけるんか。モニュメントトゥーミーロイヤルガーデナーガーデン。お城なんだね、これは。
うーむ。うん。あ、こっから来てんのか。でも入りようがないよね。どういうこと？この壁通れるのかな？ダメだった。裏側から来いようが正解だったか。あ、ここ？あ、違うんかいこれ。いいよ。なんかこう簡単に登れる場所を欲しいけど、まあでもいいか。小さくなれば登れるのは分かったから。うわー、使っちゃった。これでまあまあいつでも来れるようになったので。鍵集めについてはね、変な開け方して積むってことは多分大丈夫だから。ああいいね。いいね。ああいいね。何のために、何のためにこれがあるんだろう。え、なんだろう今の。役目が終わってからあの子が、あの子があそこに踏みに行く。その僕のその浮かせる能力があるから、それ使うのかもしれない。ここはちょっとメモだな。5の1の0、5の1の0は浮かせる能力かなって感じ。浮かせる能力、敵を落下させたくないよと。で、ここにはジェムがあるよ。 OK。 あとで来よう。あ、こいつも、いや関係ないか。この人たち会話できないんだよね。ピポザルみたいな人たち。ベルステアウェイ、ラブルステップス。なんか隠してるようにも見えないな。でもこの辺はな、あの壺がたくさんあるじゃないですか。なんか壺の中には特別なみたいなことを千葉知ってた人がいたような。お、これ前作の商人じゃない。スミスイ、I like to improve item rules for people. アイテムのアップグレードか？ 5 個の俺チャンクでアップグレードができる。ちょっと待ってね。B ボタンに割り当てたやつがアップグレードできる。
B ってどっちだ。 B はこっち。これ何ゾウさん。うわーなんか、うわーなんかあるな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、まあまあ、このゲームは忙しいんだ。このゲームは忙しいんだよな。探索パートになるとめちゃくちゃ忙しいんだよ。ここには潜る場所。だから潜水服が必要ですよ。でもすぐそこにワープゾーンがあるから行きたいよねって感じで、ワープゾーンはワープゾーン、ちょっと話してみよう。以上、お金使ってみようか。あ、ちょっと待って、翻訳機がアップグレードしてくれると嬉しそうな気がするんだけど、どうでしょう。翻訳したら、その翻訳され、今後持ってなくても翻訳されっぱなしのテキストが表示されるとかさ。なったなった、変わった変わった。何がどう変わったのかは教えてくれないのか。なんか他にもやりたくなったら持ってこいよ。へえ。さらにもう一段階とかあるのこれ。ん？ああ、なるほど。一回だけなのか。なんかね、何ができるんだ？パワーアップの能力次第だよな。ここは、ああ、え？あ、え？あ、こんな道だった？お、なん、ちょっと待って、知らない場所、ちょ、面白い。ちょっと面白いやん。なんや、なんやここ。くっと、この床は落ちる床でしょ？落ちないんかい？小さいと落ちた、小さくても落ちるんかい？もうめちゃくちゃ。落下してここに来た？前作のさ、ゲームスピードを上げる下げるっていう機能、神機能だったんだけど、本作でなくしちゃったのちょっともったいないよね。すごいあのゲームのいい点だったのに。上に行くか、いやこっち、まあこっち行ってみたいけど、立体感が分からないけど、とりあえず画面端行けばいいのか。はい、手前行ってみようか。あー、乗っかってもいいよねみたいな感じなのかな。よしよしよし。え、さらに上あんの？ない。なんだろう、あのこのゲーム、その前作よりもなんか意味わかんない配置が多くて、なんかアイテムがもらえるわけでもなく、何かヒントを授けるわけでもない、これ何なのみたいな。ここ上行きたいのかな。すごいジャストタイミングであれ上乗れるのかもしれんのか。幸い何回でもやり直せる。踏めなそうかな。まあまあ、でもあの上に登るエリアあったんで、近くにその辺ね、行ってもいいよね。階段があるからね。どういうこと？浮かせか。え、これ何が必要なんだ。浮かせて移動させるみたいなアップグレードできるのかな。441は浮かせが必要。
思う。浮かせるのと持ち上げるのが必要かな。てかあそこまで行くのがどうすればいいのか分かんない。浮かせか持ち上げかスモールかなんか欲しいよな。宝箱が落下しちゃうよ。ここにあるものは宝箱です。まあまあ後で。じゃあ高いところに登って、いやこのエリアが普通にアクセスできるよねっていうことも分かんなかったからな。さよなら。こっから上行けんの？あーいいじゃん、めっちゃショートカットできるやん。おー、それはまあそれは分かりやすいわね。もう上に乗っかって、いやそんなことないね。ドロップポイント嫌だ、こっから降りろと言われど、そういうこと。あーこれはあれだよ、ここに扉がある。そうそうそう、あーよかったね。あ、翻訳機あるよ今。これは翻訳関係なかったのか。今地下でしょ。完全無視。壁蹴り？いや関係ないか。あ、これいくらか分かんないのか。デルフィンス。あっ、いけるよ。これをやってなんかアップグレードとかできる方が絶対ありがたいからね。タイムトゥーゴー、行きな。あ、連れてかんといかんのか。しゃあないわね。これどこに連れていくっていうのか分かんないんだな。ワープゾーン使っていいのかな、それとも、いや、なんかちゃんとこのエリアの屋外に持っていくじゃないのかな。なんかこの人、地上に連れていく人ではないような気が。すーげーな。すげーな、すげーすげー。この辺に出口があったでしょ。なんということ。え、これなんか謎解きなの？これチュニックだったら謎解きです。このゲームはチュニックじゃないから大丈夫なんだけど、チュニックだったら危なかった。縦軸横軸をこうなんか画面内で表示してくれる機能欲しいな。ゾウさんと軸が合ってる時になんかゾウさん、なんか欲しいよな、このスキャンラインみたいな。こっち向きとこっち向きになんか今ここにいますよみたいなの出してほしいんだ。よし。あれ？これ地上に出てありがとうじゃないの？ここか。よし。よかったね。そして、ここに来たんですが、ここはたまたまというか、
翻訳した方が A エリアだったりしますね。翻訳機の実力を試してみたいんだよな。ありがたい、マジでありがたい。俺はアップグレード用、ジェムはゴースト救出用、アイテムアップグレードはそれだけで意味があるし、ゴーストを救出するとなんだろう、アイテムの上限が増えるんじゃないかな。とにかく有用。この辺はゴー、そうそうそう、なんとなくこう来てるけど、これいい、大丈夫かな。あー、まあなくていいけど。え、これなんだ、登るためにやんの、何のために登るの。登る意味ないんだよな。何のための空間なんだこれ。戻ってきてるよね。普通に戻ってきてんだよな。この辺になんか、なんか入り口あったよね。鍵使って開けて入ってった場所で、その先になんか地下のトランポリン台目、何、あーゴールドマン、え、この道を、この道をずっと行きなさい。あ、じゃあ絶対スピード欲しいじゃんこれ。ブーツなんだ。これじゃあダメでしょ。理解理解理解。ゴールドマンは RTA で、ブーツが必要です。楽しくなってきた。で、成功すると、ここはどっちだ？地下だから、俺もらえるかな？そんな感じ。なんだよ、右左上のタイムゼロって。タイムがゼロなんてことあっていいのか？やめて。そうだね、この辺だよね。あー、ハーブ袋持ってこいっていうのもあるし、グリーンハウスに宝箱もあるし、いやーなっちゃうわね。これ会話ができな、できるんだっけ。 I know radishes from the bandits。グリーンハーブ、ハーブヒドゥンアマングゼム、この辺にはまだハーブあるよね。緑のハーブ、一旦メモるか。緑のハーブもらえる場所、マイナス2の11、緑のハーブメモしてあったわ。取られた？あ、こんなエリア来たことないよ。来たことないね。なんか駆け抜ければクリアできちゃうっていうのがやっぱあれなのかな、チートコードのボーイングを入れちゃってるのが良くない、良くないんだろうか。
どうしよっかな。あのアイテムをさ、どんどん強化に入れてもいいと思ってんだよな。その方が結果的に早い。あー、これ何なんだ。意味あんのかな。ここはマイナス3の6の16。翻訳しないといけないやつなので翻訳できてるね今。リラックス？ハーブとか？Enjoy this spot. You may relax here with me if you would like. 寝ればいいのかな？ちょっと寝てみようか。こう、操作しないと寝るので、この子。寝るはず。あ、寝た。これでいいんか？これでリラックス。したという感じのやつなのかな。違うのかな。Sometimes you must simply relax and enjoy a thing. なん、いや、ゲームに関係ない人の可能性もある。もうちょっとリラックスするか。アップグレードの性能が気になるところですよね。いや、アイテムとしてアップグレード優先度でいくと、潜水のアップグレードって何が起こるんだろう。水の中に潜れる、さらに、登れるとか？いや、登れるってなんだ？水に潜らないという選択があるとか？水の上を歩けるとか？持ち上げとかダッシュとかはね、なんかね、早めにアップグレードした方がいいような気がするんですよね。はい、チルってみた。関係なさそうですか？この人何なんだ？この壺の上に俺は、乗らないといけないのかな？ちょっと何なの？ちょっと何なの？あんた、あんた。会話できない子もいる。この辺はあれだよね。屋敷の部あたりなので、いろんな碑文があって。一回読んだけど、ストーリー的な部分だったから、あんまりこうメモしてなかったんですけど。ここでしょ。多分ね、いらない。なんで2つの世界が存在したのかとかいう話。あのデス様かな。デス様が現れてこんな偉大な場所を作り上げたみたいな。あー、これやったんだっけ。マップマイナス4のマイナス1なんだけど、つまりここから1個右になんかいるんじゃないかと思うので、1個右ってことは右上に向かってプラス1だから、マイナス3なのかな？翻訳としては、だからあの、象の向こうに誰かいる、みたいなことを言ってて、象って俺のことじゃないよ。
ので、16のマイナス、マイナス、ここ行けてないんだよね。行けてないエリアで、この場所にどっかから来るみたいなことを要求している気はするんだよね。地上を歩いただけでは行けなかった記憶。マイナス3のマイナス1。登れますとかないよね。よかった。天井なぁ。どうしてもこの天井に関しては私は理不尽になるなぁ。上下に移動できないときはぶつかって、移動できるときは移動できるんだけど、区別ついてないから、見た目で。なんかのアップグレードでそういうのがわかるようになると嬉しいかもしれん。そんなアップグレードあります？マイナス4の、マイナス3でしょ？だ上の、ここなんだよね。うん。入れないよね。入れないよね。入れるのかな？入れないよね。でもここどこ？あー、これってあれか。小さくなってくる前提の場所やったっけ？穴降りなさいだな。穴降りなさいって言ってんな。ちょっと。さすがにチートで無理か。おい、言うチート。おい、チーターマンだ。本当は？時を止める魔法みたいなやつあるの？浮かせる魔法というよりも。こんな気がしてきた。ハーブかな？おハーブの中に、赤色は敵から検知されなくなる。青色は爆弾のハイジャンプ。金と緑があるから、あと。そういうことかもしれん。おハーブ検証会。おハーブ、林に行かないといけない場所あるからね。それも込みで。あ、どうしよう。穴から落ちるやってもよかった。ん？これどこ？穴から落ちてここに来たの？はい。登ることもできる。こっち、おお。このジャンプこのジャンプ制限しないとちゃんと楽しくないんだろうね。今更ですけど、向こう側から来なさいだけど、いや、これないでしょ、こっちからは。うん。うわー、なに？本当に探索始めると延々始まるからな。